はい、5月の14、いや、14ですね。の夕方のひな、行きたいと思います。どうも、みさとストレッチファームの本日さんです。はい、日曜日の午後、夕方4時回りましたので、夕方のひな行きます。はい、さっきまでしとしとと雨が降っていたんですけれども、今ちょっと晴れてないか夕方の日なに合わせてちょっとね雨が止んでくれたので、早めにさーっと卵回収、ひなの世話やって帰りたいと思います。はい、今日はそうですね、ともちゃんはお休み、農場長は午前中までいてくれました。はい、パーッとね、また再び雨が降ってきちゃう前に農場の方見回りを終えて、ひな舎の世話をして帰りたいと思います。はい、ちょっとみんな聞いてくれ、悲しいお知らせがあります。あー、あった。悲しいと言いつつも完全に私的なことですけれども、はい、卵がありました。新ぶりだ。はい、ごめんね、入っちゃうよ、許してね。はい、新ぶりに侵入しての卵取りです。完全に危険です。はい、新ぶりの卵、いびつな形をしているからこれはスズハさんかな。はい、とりあえず1個目、はい、今日の午前中ね、そう、農場長と2人で餌やり小屋の防腐剤の防腐剤塗ったんですよ。新しく餌小屋をちょっとペンキ塗ろうかなみたいなことを考えててね、防腐剤2人で午前中かけて塗ってたんですよ。で、まあ、物の見事にこんな風にね、どこだ、こうか、ほら、こんな風につなぎが防腐剤で汚れちゃったわけなんですけど、これだけだったらよかったんですよ。届かないね、ちょっとね背中の方にも防腐剤がかかっておりまして、かかっちゃってまして、背中の方ちょっとこれ夏仕様のさつなぎだから、ちょっとメッシュっていうの、通気性が良くなっちゃってるわけだからさ、卵ゲット、あれなんだよ、通気性がいいせいでより防腐剤塗られたところというか、かかっちゃったところがさ透過するじゃん、わかる。で、透過しちゃって、でたまたま今日会社来るのに白い T シャツ着てたんですよ。で、なんと背中に茶色いシミができてしまいました。はい、悲しいね。ねえ、もう白い服装、まあ、好きなんだけど汚れがねついたらもう一巻の終わりよね。スパゲッティ食べるにもさ、すんごい飛ぶの。困る。ああ、ちょ、家帰ったらまずあれだ、その白い T シャツの色をどうにか落とさないと。
があそこにある。卵見っけ。ごめんね。みんなもあれ、白い T シャツにミートスパゲッティのタレなんか飛ばしちゃったこともあるんじゃない？絶望でしょ。どうしよっかな、あの T シャツ。自分がさ、あれなんだよ、気づかないんだよ。背中が汚れるっていうのは全く気づかない。人に言われて気づいたわ。背中汚れてませんって言われてさ、え、そうですか、あ、午前中やったわと思って。よし、卵1個。お、しまったな。さて、ここで一旦待っていただいてね。ちょっと待ってな、音声だけで許してくれ。今チンブリと14番と42番、チンブリ14番42番。 Repeat after me。 チンブリ14番42番。はい、悲しいね。昼休み後に気づいたんですよ。な、何で一番落ちるんだろうね。白い T シャツの汚れ、白 T 汚れ、綺麗に落とすでググれば出てくるかね。え、普通のさ、アタックとかで落ちるの？ね、どうなのみんな。はい、この屋根の下は1個しか卵がありませんでした。ということで大屋根行きましょう。あ、そういえば卵といえば、今日久しぶりにあのメスの楽園4パドックに卵があったんですよね。で、その卵、あのあまりにも虫網が届かない位置にあったから、無謀ながら中に入って取ったわけなんですけどね。あのメスの楽園に1羽いるオスダチョウ、スプラ君がね、全速力でダッシュしてこっち来て、ちょっとビビりましたね。あら、今日はない。あ、あった。ないと思ったらここにある。34番。さて34番、さて横着して踊り出しちゃいましたけど、立って踊ってる。横着、あ、座った。いいね、踊っといてくれ。そのままもうちょっと短いさ、棒が欲しいな。もうちょっと取りやすいやつね。はい、失礼。卵を取られるのを拒もうとしてる。ごめんね、取っちゃうよ。はい、34番。34番です。はい、シールがついてないのは34番。はい、ということで今日は4つですね。はい、今日の夕方の牧場見回り卵拾いは4つでした。はい、はい、明日はダチョウの輸送が
再びあるので、こういってボックスが準備されております。はい、農場長が午前中に準備してくださいました。はい、ありがとうございます。はい、4ついいですね。午前中は3つあったな。はい、ということで本日の4月、本日は4月の14日ということで、日曜日の夕方の牧場見回りでした。三郷オーストリッチファームからコニタンがお送りしました。チャンネル登録と高評価、そしてコメントお待ちしております。それでは皆さん、おやすみなさい。バイバイ。